ていうのを、僕は自分なりの結論はあるんですよ。クラウドシーっていうのさっき言った SNS の中であった話なんだけども、ある男性がメンヘラの女の子と知り合いになった。メンヘラっていうのはメンタルヘルスってことで、精神安定剤とかそういうの服用せえへんかったらあかん人ってことやな。そういうのに対してこのメンヘラって言い方は俺差別用語かなんか知らんけども、とりあえず書いてあったらそのまま言います。もし差別的な言い方だったらごめんなさい。で、メンヘラの人らの集まりがあった。そこ行ったらある女の子が、私中学の時家出して、で、ある男の人のところに住んでると。で、実は自分は総合失調症の毛があって、おまけに皮膚病でアトピーやと。だからお医者さんに行かなあかんねんけども、その一緒に住んでる男が別に保護者でも何でもないから、あの治療費も出してくれへんし、あと医者にも連れてくれへん。なんで家出したんや。いや、母親と一緒におるんが嫌やと。母親のところから中学の時に家出したんやけども、その母親は自分にご飯も食べさせてくれへんし、その母親もやっぱり病院にも連れて行ってくれへんから、それに比べたらこの男の人のところに来たら少なくともご飯を食べさせてくれるし、おってもええって言うてくれる。でも、その女の子もちろん、その、ただで行ってるわけと違って、その男の人のとこ行ったら、その男の人は男の人で、中学の時に家出して、女子高生ぐらいの女の子が家なんか転がり込んできたから、もう、はっきり言ったらセックスの相手に使ってるわけですよね。そういうふうなことをエッチしてるわけですよ。で、その女の子がメンヘラのその集まりに来て、私今そういうふうなことなんですよ。どうなっていくんでしょうって言ったら、他の子らも同じようなエピソードとか言ったら、って言うて励まし合うみたいな話になるんですよね。で、このクラウドシティでそれを書いてくれた市民の兄ちゃん、僕に何ができるんでしょうか、彼女にお金をあげることしかできないんでしょうかって書いてたんですよね。俺それ見てね、何ですかね、ムカムカとしてですねムカムカとしてもんですよ。腹立ってもんですよね。腹立つ、人間が腹立つっていうのは必ず自分の無力感に対して腹が立つんであって、正義で腹が立つとかですね、悪に対して腹が立つなんて人間おれへんんですよ。皆さんもよーく自分の心の中覗いたら分かるんですけども、腹が立つというのは絶対に自分の無力感というものと対面するのが嫌で腹が立つんですよ。もちろん俺もムカムカと自分の無力感に対して腹が立ってですね、過去かなと思ったんですけど、ちょうどその時に何かその SNS の中で岡田さんは怖い人と言われた直後ぐらいだったので、過激な発言するのは控えたことだったんですね。でも僕が言いたかったのは、当たり前じゃんと、その女の子に金出すことしかでけへんに決まっとるやんけど、死のうと言わんと金払え、その女の子を引き取れ、お前何のために稼いでんねやということは僕が言いたいんです。だってそこでその女の子が悩んでるんやったら、少なくとも自分がその女の子を去ってきたら、少なくともその女の子がじゃあ、お医者さんにも連れて行ってもらわれへんで、その男の人とエッチするだけ、そういう関係から多分引き離すことができるでしょう。それをするために俺ら男っていうのは稼いでて一人前という顔してるんちゃうんか。それをこんな SNS で僕には何をすることしかできない、そんな暇があるんやったら吉野家ってなんかちょっとバイトして2万円くらい稼いできて、そのままの子を連れてこいっていうふうに僕は思ってしまうわけです。で、これがですね、なんか稼ぐとき、お金が必要な理由の本質的なところやと思うんですよ。誰かの世話をすることぐらいしかないですよね。さっき言った生きていくだけやったらいろんな方法ってあり得ると思うんですけども、でもそれではどうにもなれへん。自分一人ではどうにもなれへん。子供に何かしてやりたい、ちゃんと教育でさせてやりたい、体が悪いものを医者に連れてってやりたいときは、どうしても現金注文が必要なんです。そういう時に僕らはお金を稼ぐ必要がある。で、何でしょうね、尽くすとかね、貢ぐっていうのが行為がなくなれへんっていう、そこやと思ってるんですよ。なんかね、性悪な女ほど貢ぐ男がおるっていう不思議な法則がありますよね。なんか世の中には性悪な姉ちゃんがおるやないですか。性悪なおっさんでもいいんですけど、そういうやつに限って溺愛する対象があって、そいつには貢いでるわけですね。つまり人間というのは純粋な愛情で奉仕する相手がおれば、悪いことでもできるということなんですよ、ね、それぐらい僕らは何か尽くす相手とか貢ぐ相手というのを必要としている。それが生きるエネルギーそのものになっている。そういうなんか面倒くさいというかややこしい生き物だと思うんですよね。